この後引きこもり問題の第一人者に伺います。去年中高年で引きこもり状態にある人が全国に61万人余りという数字が出されニュースになりました。現実はそんなものではないと警鐘を鳴らしています。三宅民夫の真剣勝負。精神科医として30年にわたって引きこもり問題と向き合う精神科医、筑波大学教授の斉藤珠樹さんと電話がつながっています。斉藤さん、おはようございます。おはようございます。斉藤さんはこのほど中高年引きこもりという新たな本を出されました。はい、その本の前書きを読ませていただいて、こう書かれていて私衝撃を受けました。こうした数字は実態よりも少なめに出る傾向があり、私の推定ではおそらく200万人以上に上り、その半数が中高年でしょう。対策を講じなければ、いずれ引きこもり1000万人社会が訪れる。そんな予想も決して非現実的なものではありません。とあります。斉藤さん、驚きました。これなぜこのように推測をされます？まず内閣府の統計自体がですね、非常に控えめになりやすいと、アンケート記入形式なので、率直に書いていただける可能性が低いこともありましてですね、各自治体 のもっときめの細かい調査を見ますと、人口の 3% とかですね 5% が引きこもりという数字も結構ありまして、そういった状況を考えますと、少なく見ても200万人いるだろうなというふうに考えました。もう一つはですね、これから増加していくだろうということが予測されておりまして、一つは引きこもりの募集団としましてですね、まず不登校から引きこもる方というのが非常に多いんですけれども、今現在不登校が毎年増え続けているという状況があります。昨年16万人というですね、史上最多の、を記録してますけれども、まずもう一つは退職者ですね、退職した以降に、引きこもって、今回内閣府の調査結果に出たシニア層の引きこもりが該当しますけれども、こういった新たに引きこもる人口が増えていると。おそらく年間数万人規模で新たに引きこもりが起こったと思うんですけれども、これに比べてですね、抜けられる人が非常に少ないんですね。おそらく数千人もいないんじゃないかと思われますので、流れ込んでくるけれども流れ出していかないという状況がありますと、これも増加の一途しかないということでありまして、もし現在100万いるとしたら、これあと10年20年すれば1000万人超えても不思議ではないかなというふうに考えております。そして私、引きこもりって男性の問題かと思っていたんですが、最近女性も多いということが分かってきたんですって？そうなんですね、女性もおそらく半数ぐらいいるんですけれども、女性の場合はですね、いわゆる家事手伝いであるとか、もしくは専業主婦であるとか、そういう名目でですね、あまり事例化しにくい、問題にされにくいということがありまして、それでカウントされないということがあると思います。なるほど。斉藤さんも20年以上前からさまざまな引きこもりの本を出していらっしゃいますけれども、今回その改めて、しかも入門書として多くに読んでもらう本として世に問おうとされたのはどういうお気持ちからだったんでしょうか？これ昨年ですね、やはり内閣府 の発表もありますけれども、なんといっても5月にですね、川崎市のバス停で、50歳の男性が、登校中の小学生20人に刃物で襲いかかって2人を殺害したという通り魔事件がありましたですね。でこの事件の直後に練馬区では、76歳の元農林水産省事務次官が40代の長男を自殺するという事件もありまして、こういった大きな事件が世間の耳目をかきたてまして、非常に引きこもりに対する関心が高まったと考えています。ただこう事件をきっかけに高まった関心というのはしばしば偏見を帯びやすいという問題がありまして、この事件をきっかけにしてですね、引きこもりがまた犯罪を犯しやすいんじゃないかとかですね、そういった偏見につながってはまずいということで、この機会に改めて最近の知見を集めた本を出しておこうと考えました。それでは一体どういう誤解偏見があるのか、そしてどうしてそれは生まれてくるのか、私たちはどうすればいいのか、この後交通情報など含めまして2分後にまた伺います。斉藤さん、よろしくどうぞお願いいたします。よろしくお願いします。
三宅民夫の真剣勝負。今朝の真剣勝負は最近の最新の著書を通じて引きこもり1000万人社会へ待ったなしと警鐘を鳴らされた精神科医の斉藤珠樹さんにお話を伺っています。斉藤さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私たちがその引きこもりの人に誤解や偏見持っているということでした、はい、一言で言うとどういう誤解偏見ということになりますか。やはりあの引きこもりはですね、そういうふうに犯罪に近いんではないかという誤解に始まりますし、はい、それからもう一つはですね、親が甘やかしたせいではないかとかですね、あるいは、引きこもっている人は非常に安楽な生活をしていて、まるで楽園に住んでいるような、生活なんじゃないかという誤解もありますし、それから一番大きいのはですね、引きこもりというのは自分で選択をして、選んだ状態なので自己責任であると、はい、苦しんでいても、自己責任であるというふうには誤解が大きいと思います。社会に何が求められているか伺っていこうと思うんですが、その前にね、はい、斉藤さん、そういう偏見って一体どういうところに根ざしていると、そもそもどういうところから出てきていると思われますか。これはですね、20年ほど遡るんですけれども、はい、最初に私がですね、引きこもりの本を出した当時、正確に出して2年後なんですけれども、2000年に2つ事件が起こりまして、で1つは、新潟県柏崎市で、引きこもり男性が、女の子を監禁していたという、少女監禁事件ですね、はい、それから5月に西鉄バス役事件とありまして、これは不登校で家庭内暴力を振るっていた少年が、高速バスを乗っ取ってですね、3人の死傷者を出したという事件なんですけれども、その2つが報道されたことがきっかけで、引きこもりというものが存在が認知されたと同時に、彼らはそのいわゆる犯罪者予備軍ではないかというような偏見が広がりまして、でこの時同時にですね、引きこもりというのは一種の贅沢病じゃないかと、甘えではないかという、言説も非常に広く広まったということがありまして、当時私は本を出したばかりでしたので、こういった偏見や誤解を、解くためのためにですね、非常にさまざまなメディアで発言をした記憶があります。それが原因だと思いますね。なるほど。なんか引きこもりが広がってるなっていう、そういう20年前の状況の中で事件が起きて、人々はそれと結びつけてしまったと、はい、そうなんですね。その後どうだったですか。その後ですね、さまざまな当事者も声を上げましてですね、そういった明らかな偏見みたいなものに関してはメディア上からはかなり減ったと考えています、はい、今回の事件に関してもですね、若干そういう傾向ありましたけれども、多くのメディアや、マスコミはですね、引きこもりイコール犯罪というふうな報道はしなかったと思いますので、その辺は20年間で随分変わったなと感じています。でも苦しんでいる人がとても数多いので、そこは何とかしなければならないと思うんですが、社会としては斉藤さん、どういうことが求められていると思います。これ端的に申し上げて、引きこもっても大丈夫な社会を目指した方がいいと考えています。引きこもっても大丈夫な社会、はい、でも斉藤さん、その1000万人になるよって警鐘を鳴らしていらっしゃるんですよね。はい実はですね、私の考えなんですけども、この辺の急増の最大の原因がですね、引きこもりに対する差別や偏見であると私は考えています、はい、でこういう差別や偏見はですね、確かにメディア上からはかなり減りましたけれども、ネット上の SNS とかですね、そういったところではまだまだ、先ほど申し上げたような自己責任をはじめとする、偏見が広がっておりまして、こういったものが、当事者を追い詰めていると、社会から排除していると。でこれがですね、引きこもりが非常に長引きやすい、平均引きこもり期間が12年を超えるという長期化傾向、この最大の原因になっていると考えています。ですので、差別や偏見がなくなること、すなわちみんながですね、引きこもっても全然大丈夫と、考えることによってですね、もう少しこう引きこもっている人がもう一回、社会参加するチャンスをつかみやすくなると考えてますので、世間がですね、そういう引きこもりを受け入れやすい状況になってくると、引きこもりは激減するだろうというのが私の予想です。引きこもりがない社会、それをゼロを目指す社会っていうのも、いかがなものかと思ってらっしゃるということでしょうか。そうですね、引きこもりゼロ、つまり予防ですね、予防しようという考え方の中には、引きこもりが病気であるとか悪いことであるとか、そういった発想が含まれてますので、結果的にこの考え方は、引きこもりに対する差別偏見を助長すると考えております。なるほど。多くのご家庭が
なんとかでもこう救ってあげたい、楽にしてあげたい、なんとかしたいっていう気持ちはあると思うんですね。はい、そうですね。あのそういうご家庭の方には斉藤さん、あの、はい、どのような言葉をかけられますか。ご家族が非常に苦しんでいるという状況があるわけなんですけれども、余裕がないときほどですね、やっぱり会話の内容が、まあ、お説教とかあるいは説得とか、まあ、そういったものばかりになってしまいやすいということがあるんですけれども、ここで私がお願いしたいことはですね、説得とかアドバイスとか議論ではないタイプの対話をですね、もっとたくさんしていただきたいと、フェイス2フェイスで言葉を交わして、そういった説得や議論ではない対話をたくさんしていただくことが、まあ、当社の安心感をもたらしますし、この安心感が基盤となって、まあ、そこから生み出していこうと、そういう気持ちにつながりやすいところがありますので。でもね、そのまず対話が難しいと思ってらっしゃる方も少なくないかもしれない。何かいいこう、あの取っかかりっていうか作る方法はないですかね。はいはい、私はいつもあの挨拶から始めてほしいと、おはようとかただいまとかですね、はい、そういった挨拶から始めてほしいということを申し上げています。これを続けていきますとですね、あの対話のチャンスになりやすいということがありますので、挨拶とか誘いかけとか何か家事を頼んでみるとか、そういうことから始めてみてもいいと思います。挨拶っていうのはさっきおっしゃった引きこもっても大丈夫なんだよっていうことを伝えるっていうこともあるんですかね。そうですね、一番誰でもできる、簡単にできる、あの相手に対する肯定的メッセージと私は考えてますので。なるほど、まずは挨拶からと思います。いや、斉藤珠樹さん、ありがとうございました。成人会員の斉藤珠樹さんに伺いました。